ホンダ、レッドブルに供給する2022年型 F1 エンジンは昨年の進化型。まあそりゃそうでしょう、ね。まあ昨年の進化、今年投入しようと思ってたパイユニットを前倒しして、去年が革新的パイユニットを導入したってことだよね。新骨格の。新骨格のね。だから当然今年はそれをさらに磨いたもの、はい、新骨格入れて次の年も新骨格入れちゃったらどうなっちゃうんですか、ね、大変なことっていう、うん、でも去年すごいの入れて、でも最後メルセデスに追いつかれたわけじゃん。いや追いついてないですよ。パワーユニットとしては追いつかれてないの。パワーユニットはだって変わってないもの、年間通して別に。ああそうか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 、そうだそうだ、変わらないのか。変わらないから、今年オフシーズンの間に手入れることはできるんだよね。そうですね、うん、だからメルセデス、フェラーリ、うん、ルノーは本来のホンダさんが入れるタイミングと同じ2022年に、まあ、車体がガラッと変わるんで、当然車体が変わるっていうことは PU 側に求められるものも違ってくるじゃないですか。ここの部分コンパクトの方がいいよとか、うん、ここを例えばまあターボが後ろについてるんだったらコンプレッサー前に持ってきてた方が2022年の車的にはいいよっていうんであれば、まあ、ガラッと変えますよね、どのメーカーっていうのがあるんで、車体の大きな変化に合わせて本当は2022年にガラチェンをするっていうのはみんな思ってたことで、まあ、本田さんは撤退することになったので1年早くやったけど、他のメーカーは今年新骨格、まあ本当に骨格自体変わってるかどうか分かんないけど、まあ、かなり大幅に変えたものを投入するっていう、ああそこで今年の車に合わせて、ね、まあ、まあ新骨格を、うん、だけど本田さんの場合は、まあ、去年もうん、うちも撤退しますよってあったんで前倒しして、うん、おりゃー、うんうん、ってやっちゃったから、じゃあちょっと今年 の車に合わないかもしれない、その新骨格が、まあ、その来2022年の車はこうだからこういう風にしてほしいっていうレッドブルから含めた上で作ってるとは思いますけど、うん、ただまあその2022年からは骨格だけじゃなくて燃料が E10 フュエルっていう、ね、はいはいはい、バイオエタノール 10% 以上の燃料に変えるんで、うんうん、まあ、それもあって2022年にみんなガラッと、まあ、要するに燃料変わるってことは燃焼の特性変わるんで、当然それに合わせたものを基本骨格を作った方がいいから、だから他のメーカーはそこに合わせてるんですけど、まあ、本田さんの場合もちろんその E10 フィールになることは想定した上で新骨格作ってるとは思いますけど、それを他のメーカーは E10 しか使わないのを前提に作ってるけど、本田さんは1年前倒しするから今まで通りの燃料を使うことも想定して作ってるわけで、ああそういうことね、だからそこは E10 に向けて対応するのがまたちょっと大変かもしれないですよね。大体20馬力ぐらいで E10になることで下がるとは言われてるんで、そのロスを、まあ、取り戻すのは結構難しいんじゃないかなとはね言われてますけど、どのメーカーもね基本的に管理的には、まあね、そのいろんな記事を見てると、まあ、それをそのガソリンオイルメーカーが解決しましたみたいな記事も、そしたらズルしていいんじゃないですかそれは。ああそういうこと、だってガソリン 100% のやつと、ね、バイオエタノール 10% 入ってるのに同じだったらおかしくないですか。ああそういうことね、燃料だけ必ず差があるのね、まあ、基本的にはね、基本的にはね。でね、なんか本田さんの記事でいくと、まあ、今その、モービルさんだっけ本田さん、はい、うん、本田さんじゃないです、 HRC、 HRC レッドブルパワートレインズ、レッドブルパワートレインズ、まあ、パワートレインズさんは今そのモービルさんから来る燃料を、ま、待ってますと。いやそんなことないと思いますよ、もちろん。もう来てる。いやとっくにできてるでしょそりゃ。燃料ができてからエンジン作ってたらとても間に合わないですよ。エンジンの方がだいぶ先にできてると思いますけど。ああそういうことね、うん、じゃあその現時点でじゃあすでにそのちょっと20馬力なかなか取り戻せてないんじゃないのっていう話が出てきてるっていうのは、やっぱり苦戦してるらしいよって話が出てるってことなの。まあ、他のメーカーも20馬力というか去年よりもパワー出てるっていうのはなんていうんですかね、去年のエンジンに E10 フィエル突っ込んだら間違いなく20馬力下がるわけですよ。でエンジン側を改良することによってこれどこまで取り戻せるかじゃないですか。で他のメーカーはホンダの場合はまあ基本骨格同じところに E10 フィエルになるんで20馬力下がります。ああそういうことね、はいはい、去年も E10 作っちゃったからね。他のメーカーは、うん、まあここに E10 フィエル入れるわけじゃなくて、うんうん、別のもの作って E10 フィエルだから、そもそもこのエンジンがこのエンジンよりもパワーがあれば20馬力上がってれば燃料で20馬力下がってもプラマイゼロじゃないですか。あそういうことね、はいはいはい、っていうとこですよ。本田さんは正直この骨格
ガラッとは変わらないわけだから、でも他のメーカーはガラッと変わるでしょ。あ、そういうことか、はいはい、だからそこがまだ去年のまんまだとすると単純に20下がった、うん、それをまあもちろん 燃焼質とかいろいろ変えるとは思うんですけど、そこでその20馬力のマイナスを全部取り戻すのはまあ相当難しいでしょうね。取り戻すっていうか、そういう、まあ、実質20馬力アップさせなきゃいけないのと同じだから、まあ、だからレッドブルパワートレインなんだね。なんか普通にホンダホンダって言ってるけど、あくまでも下請けであって、はい、パワーユニットをこさえてるのはレッドブルパワートレインズ、ホンダです。HRC です。レッドブルパワートレインズで別に何も作れないですから。はい、これヘッドですって、これシリンダーブロックですって渡しても組み立てられませんけどっていう。どうしますかこれっていう。パワートレインズは何もやってない。倉庫じゃないですか、だから。あ、そういうこと。組み立てられたやつが来る。来る。これを各サーキットに持っていくっていう。ああ、そうか、そういうことか。まあ、5年後ぐらいにはエンジン作れたらいいねみたいな感じじゃないですか。あ、そういうことか。ちょっとその辺もちょっ とあれだな、どちらかってたな。でまあ実際そのホンダさんが動いてるから、うん、まあ二言目にはね、そのホンダのバッジがついたまんま、ホンダのホンダって書いた車が出てくるんじゃねえか、まあ、話もよく聞くんだけど、完全にあなたの感想ですよねっていう、まあ、願望ですよね。でもホンダってついたらお金払わなきゃいけないんじゃないの。まあエンジン開発代金よりマイナスされるでしょうね、当然そこからは、うん、でもそれホンダにとって何のメリットもないよね。そうですよ、そうだよね。だからみんなの願望を満たすためにホンダのロゴがついてた方がいいのか、うん、ホンダさんの本当の収入になるためにロゴがついてない方がいいかっていうと、僕はついてない方がいい、うん、もちろん、もちろんタラさんも後者です、うん、ちゃんとしっかりユーロをか外貨を稼いでいただきたい、ね、稼いでそこできちんとビジネスをすることが将来の復帰につながるわけだよ、うんうん、それまだ本だってね、載せたありがとうって書いてほしいからっつって、じゃあちょっとサービスしときますよって。でもそれはもうさすがやんないでしょ。多分ね。うん。それはもうその我々外野の願望ってことで、まあでも田中さんは願望してないけど。うんうん、だってレッドブルパートレインズって入ってるのなんかかっこいいじゃん、ホンダって入ってるよ。あ、ダメ、また怒られちゃう、これ。でもレッドブルパートレインズってややこしいなっていう。じゃあまたタグホイヤーかなんかに買ってもらったらいいんじゃない。タグホイヤーも買わないでしょ。太郎さんがバッジ買えばレッドブル太郎。レッドブルのはちょっと高いから、じゃあアルファタウリの方でって、うん、アルファタウリ太郎 ATT アルファタウリ太郎。そしたら角地も毎回、アメさんこんにちは、アルファタウリ太郎の角田由紀ですって挨拶することになる。あー、ちょっとなんか照れるね。これはだから宣伝効果高いですよね。宣伝効果は高いけど、その宣伝されたものが何のプラスにもなってない。でも太郎さんのおかげで走ってる。ああ、なるほどね。ちょっと気持ちいい。太郎パワーで。太郎パワー。パワードバイ太郎。パワードバイ太郎。でも外人さんからしたら分かんないもんね。まあ、日本人からしたら太郎ってなんだよっていう。TARO 太郎。パワードバイ太郎ってバカにしてるのかって思われてる。外人からしたら分かんないもんね。じゃあ太郎ハイブリッドかなんかつけとけばもう。ああ。いいね、太郎ハイブリッド。いいかもいいかも、かっこいいね、なんか。それでグッズ化してね、太郎。あ、太郎。太郎ハイブリッド、パワードバイ太郎。パワードバイ太郎。グッズ作れば。それだけでバッジ代稼げるかもしれないですね。あ、確かに確かに。なるほどね。まあまあそういうことで。じゃあまあ現状、まあそのまだ20馬力取り戻せてないんじゃないかっていうのは、まあ分かんないけど、どうやら取り戻せてはなさそうだと。いや、分かりません。全く分かりません。ま、それも完全にあなたの妄想ですよねっていう話なんで。あ、そうなの、はい、まあもうね、1月入ったし、なんかそろそろそういう話がもっとじゃんじゃん、ね、出てきてもらって。だから多分1月、今月出てきてるそういうニュースってのは、もうあなたの妄想ですよねって思ってればいいと。まあそりゃそうでしょ。全部ひろゆきと思ってればいいと、ね。はい。だからひろゆきって書いてたらしいよ、なんかね。なんかそういうデータとかあるんですかっていう。世の中もう何でもかんでもひろゆきさんに聞きました、ひろゆきさんに聞きました。どうなっちゃったのこの我が国はっていうね。ということで、レッドブルパワートレインズは何もやっていないというニュースでございました。はい、ありがとうございました。